仮設行ったり訪問したり、あとは市役所のサポートしたりとかですね、そんな形で働いてますね。はい、被災地の方ではやっぱりこうアルコールの問題であったりとか、孤立孤独に対しての対応ということで、まあ、訪問をしたりと、そういうことが今一番ポイントになるかなというふうに思ってます。大きな仮設住宅群っていうのかな、それは割とこういろんな人たちが目についてまあいろんな支援が入るんですけどね、やっぱり小さな比較的小さな仮設群だとなかなか入りにくいのもあるので、まあ、そういうところを中心にしながら孤立をに対する対策とかそういうのをまあ進めていきたいなというふうには思ってました。まあ、こちらからアウトリーチをかけるというかね、お宅に訪問するという支援もあるんだけども、でこう拠点を持ってて、でそこでいつでもこう来て相談できる、あるいはその電話相談できるという、そういうスタイルの体制が、ね、あった方がいいだろうということで拠点を構えたんですね。やっぱりだん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 こう薄れていくというね、関心が薄れていく、で忘れちゃ困るんだけど忘れられるような形になってくるんで、やっぱりこういつでも何らかの形でこう自分の気持ちの中にそういう被災地のことをこう思ってくれるような気持ちが、ね、あると、それは我々 の, その心の支えになるんじゃないかなというふうに感じています。